死，中了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 ，真的中了。部屋で仕事をしていた男性が撮影した映像には、窓の外に黒い煙と炎が迫っている様子が映っています。9日午前、中国河北省にある26階建てのオフィスビルで火事が起きました。高さが111メートルもあるビルの最上階に向けて、火は建物外壁の断熱材などを燃やしながら、まるで駆け上がるように広がったということです。これまでに死傷者や行方不明者は報告されていません。消火活動は現在も続けられています。